皆さんこんにちは、ミヤです。いつもご視聴、コメント、高評価をありがとうございます。今回は秋に植え付けしましたビオラや球根類が終わりましたので、ホワイトシェードガーデンの植え替えをしていきます。よろしければご覧ください。それではスタートします。こちらは3月28日の様子です。10月中旬に植え付けたビオラや球根類が見ごろを迎えました。ホワイトガーデンが少しずつ華やかになってきています。シラーカンパニュラータ以外は開花が揃いました。4月17日、ヒヤシンスとムスカリはすっかり終わり、シラーカンパニュラータが花穂を上げてきました。他の宿根草もだいぶ開花が揃ってきました。4月25日です。雨が定期的に降るせいもあって、急激に植物が茂り始めました。今回は一部植え替えしていくのですが、その前にこのフェンスに吊る性植物が誘引できるように針金を渡しておこうと思います。本当は板塀にペンキを塗ろうと思っていたんですけれども、茶系にするかグレー系にするか決めかねているうちにまた春になってしまいましたので、はい、今年もこのまま行くことにしました。最初自分で針金を渡してみたのですが、夫に柱に等間隔に釘を打って針金を止めていかないとダメだよって言われまして、結局夫がほとんどやってくれました。針金を渡しましたので、バラを誘引していきます。バラを誘引するときは、以前ご紹介した100均のガーデンクリップでとりあえず止めてから、誘引用のソフトワイヤーで結んでいくと一人でも作業がやりやすいです。これは秋に植え付けしましたランブラーローズの群生です。一気咲きなんですけど、トゲがほとんどなくてとっても扱いやすいバラでおすすめです。それでは植え替え作業をしていきます。一見ビオラはまだ綺麗に咲いているように見えるかもしれませんが、株がだいぶ徒長してきていますし、何より花柄摘みが追いつかないんですよね。そうしますと花柄がお隣の植物に落ちて葉っぱを傷めてしまったり、最近雨が多くて灰カビ病が発生しやすい状況になっていますので、これを機にビオラとはさよならすることにしました。シラーカンパニュラータももう花が終わりましたので、花柄の部分は摘んでおきました。シラーカンパニュラータはすごく丈夫で、放っておいても結構増えていきますので、放置してても大丈夫かなと思います。これはヒヤシンスの葉っぱなんですけど、これは来年のお花を作るために今葉っぱが光合成をして球根に栄養を蓄えている最中ですので、葉は黄色くなるまで置いておきます。ヒヤシンスはそんなに長引かないで枯れていきますので、葉が黄色くなると景観が悪くなっちゃうんですけど、少しの間辛抱です。今ビオラを抜いたところに少し植栽していきますので、バーク入りの腐葉土、硬質炭、またはもみ殻燻炭を入れて土壌を整えておきます。この場所は加湿が強いので、少し軽石の小粒も混ぜています。こんなに密集している中に今から植え付けするのかと思われる方もいらっしゃると思いますが、球根類の葉は間もなく枯れていきますので、それを見越してこの時期から晩秋まで楽しめる一年草を植栽していきます。もし宿根草がいいという方は、ユーパトリウムセレスチナムアルバがちょうどこの球根植物と入れ替わるタイミングで芽吹いてきていますので、シェードガーデンのローテーションにはちょうど良い宿根草かなと思います。お花の時期も結構長いのでおすすめです。はい、これから植栽していくんですけど、斑入りのドクダミカメレオンが少々増えてお邪魔になっていましたので、何本か抜いて別の場所に移植しておきました。それでは植え付けをしていきます。こちらはコミリで買った PW さんのベゴニアダブレットです。銅葉で白花のタイプです。これはうまくいきますと地植えでも冬越ししてくれます。うちではピンクなんですけど、地植えで4年目に突入した株があります。あと冬は地上部がなくなるので、春先の球根類やビオラなどとも共存が可能です。
ベゴニアダブレットはシェードガーデンでも日向でも OK という幅広い場所に植えられるとっても優秀なお花だなと思います。去年もシェードガーデンに植えていたんですけど、そんなに徒長することもなく結構しっかりといい株に育ってくれていました。開花期も今から11月くらいまで咲いていますので、コスパもすごくいいお花だと思います。他に日陰の一年草ですと、インパチェンスも去年植えていました。今年もスペースに余裕があれば植えたいなと思っています。ボリュームよく2株で1株に見えるような感じで植え付けていきます。このベゴニアダブレットは挿し芽がものすごく簡単につきますので、この2株も買ってきてすぐ軽く摘心して挿し芽をしておいたので、順調にいけばもう1株増やせるかなと思います。植え付け後はたっぷりお水をあげておきました。次にこの辺りなんですけど、白萩がちょっと陣地を広げてきていますので、これを一部株分けで減らして、ここに八重咲きのアナベルを植えたいと思います。アリウムトリケトラムも増えすぎているので、種が落ちる前に抜いて他の宿根草に植え替えたいと思います。先ほどと同じ土壌改良剤を入れてよく耕しておきました。こちらは八重咲きのアナベルなんですけど、去年の動画で挿し木していた苗になります。あの時に挿し木したアナベルが8本ぐらいついちゃってまして2株で1株という感じでくっつけて植栽してしまいたいと思います。左の方の白ハギが結構これから大きくなっていきますので、できるだけハギから離して植え付けておきました。アリウムトリケトラムの後には白いホトトギスを植えました。こちらはホワイトガーデンではないんですけど、先日テフテフさんで購入した八重咲きの山林草をこちらのメインのシェードガーデンの方に植えておきたいと思います。ホワイトシェードガーデンの方は少し下がったところにあるせいか、かなり加湿が強くて、山野草のように加湿を嫌う植物は絶対にアウトですので、メインのシェードガーデンの方にできるだけ排水性の良い土に変えて植え付けていきます。土は硬質の赤玉土の小粒を3割、鹿沼土の小粒を3割、腐葉土2割、軽石小粒1割、硬質炭1割が目分量で入っています。元の土と軽く混ぜ合わせておきます。やっぱりかなり水はけの良い土に植え付けられてますよね。生産者さんが使っている土を見ると、どのような土に植え付けたら良いかがよくわかるかと思います。この宿根草は草丈15センチぐらいなので、花壇の一番手前の方に植え付けておきました。なんとか無事に夏越ししてくれたら嬉しいですね。そして増えてくれたらなお一層嬉しいです。はい最後にシェードガーデンのお手入れをもう一つ、水仙の葉結びをしておきたいと思います。こんな風に小分けに結んでもいいんですけれども、ちょっと面倒だなと思った場合はですね、こんな風にひとまとめにして針金でぐるぐる巻きにしてしまいます。麻紐なので縛るともっとナチュラルなんですけれども、針金だと結ばなくていいので若干の手間が省けます。はい、仕上がりは何とも間抜けな形となっておりますが、はい、一刻も早く落葉してほしいと願うばかりです。それでは今咲いているお花を中心に簡単にお庭レポートをしておきたいと思います。はい、こちらはフロックスディバリカータホワイトパフュームです。これは先日のシェードガーデンのお庭ツアーでもご紹介したフロックスになります。はい、こちらは斑入りのシランです。若干ピンクがかって咲くんですよね。ここがとっても愛らしいところだなと思います。はい、葉っぱはふわであまり強くないんですけど、軽く筋が入る程度の斑入りの葉になります。こ
こちらがカラミンサで、隣にあるのがこれがオオニソガラムのウンベラータなんですけどね、こちらもお花が終わりました。でこちらの葉っぱはリコリス、クリーム色のリコリスになります。はい、後ろの方に行きますと、これがサルビアプラテンシススワンレイクです。このサルビアは結構過湿にも強くて、はい、耐陰性もあるようで、5、6年こちらで植えっぱなしです。でこちらがですね、クレマチスを植えています。これはちょっと移植して持ってきましたのでね、ちょっとまだ本量が出ていませんが、白いお花のクレマチスです。ちょっと品種名をねうっかり忘れてしまいました。はい、こちらはアイリスですね。今年はね、ちょっとアイリスが異様にでっかく咲いてしまいまして、これは徒長なのかなと思います。はい、でこちらはバラですね。グルテンドルスト、オールドローズのグルテンドルストというバラです。でこちらは株分けしましたシロハギです。この数日で一気に草丈が上がってきました。こちらが先ほど植え付けしました白いホトトギスと八重咲きのアナベルです。はい、こちらに行きますと、このレンガ沿いに植えているのがフヒリの三つ葉エゴポディウムです。ライム色のホスターですね。これは、一昨年の秋かな、購入したんですけれども、去年の秋口にですね、白銀の病に引っかかって、全部ね落葉してしまって死んじゃったかなと思ってたんですけど、はい、なんとかね復活してくれました。こちらにね紫三つ葉がありますけれども、うちは紫三つ葉がちょっと増えすぎていますので、これを抜いてドーバナースチルベのカプチーノっていう品種にね変えたいなと思っています。はい、でこちらの斑入りのグラスがアケボナアシです。このアケボナアシもね急激に草丈が上がってきました。はい、でこちらの明るい葉っぱがコバノズイナです。花穂が上がってきましたね。特にゴールドリーフの品種ではないんですけど、明るい黄緑色の葉っぱがすごくシェードガーデンを明るくしてくれますよね。奥の方に行きますと、こちらはあんまりホワイトのお花をね意識して植え付けてはいなかったんですけれども、一応ねこの辺はスノーフレークやスズランなどが入っています。でこの辺フキとかシダとか紫三つ葉でねごっちゃりしていたところを少し抜きまして、通りやすくしました。でこの辺も一角をねガサッと抜きまして、こちらにも挿し木の白いアナベルを植え付けました。それでは本日の動画は以上となります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。